皆さんこんにちは、かおです。このチャンネルでは宇宙意識や自分軸、新しい地球での遊び方についてのお話をしています。今日は5月の後半からまた少し流れが変わってくるお話と、大切にしておきたいポイントのお話をしていきたいと思います。5月17日は拡大繁栄の星とも呼ばれる木星が、今までお羊座に約1年滞在していたんだけど、そこからお牛座に移行することによって流れが切り替わるタイミングでもあるんだよね。どのように変わるかというと、お羊座って勢いがあったり、アグレッシブであったり、スタートダッシュや瞬発力、新しいものが生み出されていくような、ポンポンポンという感じで生み出されていくような流れだったんだけど、まあ、よって AI とか新しいものがどんどん生み出されていったり、まあ、チャット GPT もそうだし、今度はチャット GPT-4 とか、あと Google や Bard など、さまざまなところから新しいシステムの発表があったりと、すごい目まぐるしかったかなと思うし、これまでにはないようなものが見受けられたかなと思うんだけど、そういった勢いのある感じから、お牛座っていうのはどちらかというとマイペースであったり、じっくり味わうであったり、穏やかな感じであったり、内側の豊かさっていうものにすごくフォーカスが行きやすい流れでもあるんだよね。で、また今言ったように豊かさの象徴でもあり、お金にまつわる星座でもあるんだよね。なので、より自分が心地いいと思うものに意識を向けていこうね、本当の豊かさっていうものを見極めていこうね、何が大切なんですか、みたいな、そんな問いかけでもあったり、やっぱり新しい地球で楽しく思いっきり自由に遊んでいくには、内側の豊かさってとっても大事だなと思うし、ここなしではいくらね、表面上うまくいったとしても、内側が貧しければ地球を卒業した時に満足いくかなって言ったら、まあ、ちょっと物足りなさを感じてしまったりするんじゃないのかなって思うんだよね。本当の目的っていうのは、何かを成し遂げたり成功するためでもなく、思いっきりここを楽しんで味わい尽くして、さ、はい、やりきったっていう感じで満足して転生していくことが今回の目的の一つでもあるかなって私自身は思っているんだよね。やっぱり一人一人が楽しむからこそ、地球も波動が上がり、アセンションのサポートにもつながるので、なのでこの内側の豊かさっていうのは、今後の土台を作る大きなポイントでもあるんだよね。なので、五感を満たすことに意識を向けてみるっていうのもすごくおすすめで、例えば自然の香りを堪能するとか、外の空気に触れて心地よさを感じてみるとか、着るものの質にこだわってみるとか、いつもの食卓にお花を一輪だけ飾るだけでもすごい豊かさって感じられるし、食器を一つ変えるだけでも満たされた感覚を味わうこともできるし、また一つ一つをパッパッパッとチャチャチャッと片付けるんじゃなくって、ちょっといつもより丁寧さを意識してみると、ものすごく充実感っていうのが変わってきたりするんだよね。なので、そういったところに意識を向けてみると、心の氷が溶けていくかのように温かさを感じていったり、それによって新たな希望や、あ、こんなこともしてみたいなっていう新たな発想につながったり、インスピレーションの種類がまた変わってきたり、こういった満ちた豊かさをベースにしたアイディアっていうのも生まれやすかったりする時期になるので、今ある生活の中でどれだけ豊かにさせてあげられるかなっていう感じで遊んでみるのもおすすめ。また先ほども言ったように、お羊座とお牛座ってエネルギーがガラッと変わるのがわかるかなと思うんだけど、なのでこれまで、まあ、つい最近でも、よし、これをやってみようと思ったけどうまくいかなかったり、いろいろな目標を立ててこれをやるっていうふうに決めたことが何個かあったり、情熱にかきたてられるようによしってなった矢先に、あれ違うかもみたいな、この揺れ動きやすい時でもあるかなと思っていて、5月は特にこういう軌道修正っていうような時でもあって、まあ、これまで新しく始めたことが多い分、このままではうまくいかないんだなとか、これまで通りではうまくいかないんだなみたいな、
いろんな角度からの物事の見え方っていうのがあるかなって思うんだけど、やっぱりこういう時って決めたんだからやり通さなきゃとか、せっかく目標を決めたのになんか自分が途中で諦めてしまうような、挫折したかのような感覚になってしまったりしやすいけど、あ、でもこの時期は軌道修正なんだから勢い任せでスタートするのではなく、一度じっくり内側に向き合って、本当にこれって心が求めてることかなで問いかけるのもすごくこの時はいいんだよね。なので自分を責めそうになっても、それは自分と向き合ってるからこそ生まれた違和感であったり葛藤に気づけたっていうことなので、成長したんだなっていう風に見てあげることもとっても大事。その選択に迷った時の見極めポイントとして、自分がその選んだ先に自由を感じるか、やっぱり今まで通りこうしなければいけないとか、こうやった方が正しいとか、きっと世間体にもこれは合っているとか、そういった思考で判断してしまうと自由さっていうのを感じられなかったりするんだよね。一見形は綺麗に見えたとしても、でも一見形はいびつであったり、まあ、ルーズそうに見えたとしても、自分の心がワクッとしたり、はぁっていう広がりを感じたり、温かさを感じたり、それってやっぱり内側の豊かさとつながることだと思うので、自分の感覚を信頼して自分に優しく選択していくことがとってもいいんじゃないのかなって思います。まあ、牡牛座といえば豊かさみたいな感じで、お金にまつわる変動っていうのもこの1年は大きく出てくると思うんだよね。例えば、まあ、紙幣がデジタル化するとか、まあ、ベーシックインカムなどのそういったものの本格的な話が浮上してきたり、古いもののシステムから新しいものへのシステムへと変わっていくようなきっかけとなる大きなターニング期間でもあるように思うので、でも外側がどうのこうのではなくって、外側がどう変わったとしても、どんな時でも内側に豊かさを感じられる自分になるのが今はベースとしてとっても大事にしていきたいところなので、一日のうちにちょっとでも自分にご褒美をあげるような時間を作ってあげるのもとってもおすすめです。ではまた配信していきたいと思います。またね。